串田水星は1994年に発見された短周期水星。比較的明るいため、好条件で回帰した場合は消防遠鏡でも観測できる。八ヶ岳南独天問題の串田義雄は水星パトロールカメラで1994年1月9日4時過ぎに六分ギザを撮影したメガの端に映っている新天体を発見した。 発見時のイメージは13等級の構成上で、中央集合が強く、1から2分角のコマがあった。同日20時過ぎに、串田より発見報告のファックスを受け取った中野周一は、串田と再度連絡を取った上で21時に中央局へ報告し、日本国内の観測者らによる確認観測を経て1月9日発行の1区5918。 新水星発見が公表された暫定放物線軌道が計算された後1月13日までの追跡観測により短周期水星であることが判明した発見後1ヶ月間に報告された生息位置観測は100を超えこれは当時の短周期水星の観測数としては異例の多さであった日本人名がついた 短周期彗星を二つ発見したのは串田が最初で、もう一つの彗星である串田、村松彗星をこの1ヶ月前に発見している。串田は1989年1月から彗星パトロールを開始し、約3000カットを撮影した後、二つの彗星を相次いで発見した。1993年の出現は近日点通過後の発見のため、 近日点通過前の観測はない。好条件であったため、1994年の1月から3月頃にかけて高度10から12等級で大きく広がったコマが観測された。初回帰となる2001年の回帰は、前年の2000年7月25日にヨーロッパ南天天問題の3.6メートル鏡で検出され、2 0 0 2の水星符号と、 144p の周期彗星番号が割り当てられた。この回帰は近日点を太陽の向こう側で迎えたため、条件が悪く観測はほとんど得られなかった。2009年は好条件の回帰となり、この彗星としては初めて近日手前の詳しい観測が行われた。初観測は2007年6月にマウナケアで行われたが、 本格的な観測は2008年8月に入ってから、近日点通過2ヶ月前の同年11月に入っても、全高度は14等級にとどまっていたが、11月中旬に突然12等級まで急増高した。近日手前後には8等級に達し、大きく広がったコマが観測された。4回目の回帰となる2016年は、太陽の向こう側で近日点を通過するため、 観測条件は良くない。その後、2019年9月に、木星に0 9 2 a u まで接近するため、5回目の2024年1月の回帰は、近日点距離が 1.43au から 1.40au に小さくなる見込みである。ありがとうございます。